私たちが生まれ育ち暮らしている牧之原市。この町が私の子供や孫の世代になっても住みたい、住み続けたいと思える町でありたい。市民の気持ちが今一つになって動き出します。牧之原市は豊かな自然、特色ある産業、強い地域のつながりなど多くの魅力を持っています。また富士山静岡空港や国道473号バイパスなど交通インフラの整備が進んでいます。一方で震災や経済構造の変化などによる影響を受け、若者や子どもが減少しています。この町は今大きな岐路に立たされているのです。市ではこの課題に市民みんなで立ち向かうため、まちづくりの設計図である総合計画の見直しに市民総出で取り掛かることにしました。さあ、市民みんなで考え行動する計画を作りましょう。市民の意見を幅広く把握しよう。市内173の団体に依頼し、7つの分野別に意見交換会を行いました。参加者は牧之原市の現状について説明を受けた上で、男女共同サロンの方式で話し合いを進めました。キーワードは気楽に、楽しく、中身濃く。テーマは住みたい街の姿と実現に向けてそれぞれができることです。この会は2ヶ月間で合計17回開催され、500人以上の市民が参加しました。この会で出された多くの貴重な意見は、市民意識調査などと合わせて分野別に傾向がデータ化されました。こうして1500人を超える市民の声がまとめられ、計画策定の基礎となる市民討議資料が出来上がりました。さあ、これからいよいよ計画案を組み立てます。若者が中心となって計画案を組み立てよう。具体的な計画案を考える市民会議がネクスト牧之原です。市内団体の各分野から選ばれた平均年齢43歳、女性が4割という元気なメンバーで、熱く楽しく中身の濃い議論を積み重ねました。ネクスト牧之原は合計5回開催され、有識者に話し合いをサポートしてもらいました。子育て、教育環境の充実、にぎわい拠点づくりなどの土地利用、若者が暮らしやすい環境づくりなどを優先したいという結果になりました。若者が住みたいと思う街の姿を確認するため、高校生や大学生による話し合いの場を作りました。牧之原市に必要なのは活力です。大人が子供に見せる、そういう熱い気持ちを持って取り組むことが、この町の活力につながると僕は思います。牧之原市の将来についていろいろな人と話ができて楽しかったです。周りのお友達にも伝えて、一緒に参加できたらもっと楽しくなるなと思いました。楽しい雰囲気の中で市民と行政が一緒に考えて、前向きで活発な議論が展開できていたなと思います。パワーが詰まってこれから頑張るぞって思える計画ができたなと思います。計画の内容を確認しよう。私たち市民が組み立てた計画案を審議する総合計画審議会が合計8回の会議を通じて内容を審議しました。
今回の牧野市の総合計画の策定っていうのは、まあ、具体的に言うと議案はむしろその市民が作ると、しかも市民も一部じゃなくて各界各層ですか、老若男女と言ってもいいでしょうけども、議案は市民が中心に行政と共同で作り上げると、それを私たち審議会が審議すると、またその私たち審議会が審議したものをまた市民に返すと、まあ、キャッチボール方式というかですね、まあ、こういうやり方で総合計画を作られた例というのは私は軽ではないかというですね、この地域が牧野原市が匂うというか、そういう良い総合計画ができたんじゃないかというふうに私は思いますけども、この成否は全て私はそれでは市民一人一人の肩にかかってんじゃないかなと、まあ、そう思いますけども。こうして組み立てられた総合計画の基本構想は市議会による審議を経て市議会9月定例会において全会一致で可決されました。このように多くの市民が役割分担して考え、町の将来への希望がたくさん盛り込まれた計画が策定されました。目指す将来都市像は絆と元気が作る幸せあふれみんなが集うネクスト牧野原、ネクストネクスト。絆と元気を原動力にして幸せにあふれ、にぎわいと希望に満ちた牧野原市の姿をみんなで共有して目指します。計画のポイントを紹介します。特に力を入れる分野を決めました。貴重な意見の中から優先順位が高いものを5つの重点プロジェクトとして選びました。子どもを産み育てやすい環境づくりを行う宝子ども育成プロジェクト、にぎわい拠点や安心安全な住宅地を作る輝く高台開発プロジェクト、地域産業の魅力を高め働きたいと思える雇用の場を作る魅力ある産業雇用プロジェクト、健康で生きがいを持って暮らせる地域を作る生き生きと健康で活躍プロジェクト、公共施設を最適化しより使いやすい施設をする公共施設最適化プロジェクト、全体に広げる基本的な考え方を整理しました。情報共有、共同の推進、魅力的な空間づくりなど全ての分野で必要になる基本的な考え方を整理し、子育てや農業などすべての個別分野で取り組みます。目標を設定し市民みんなで進める体制を作ります。28の個別分野すべてに数値と満足度の目標を設定し、計画の進捗を毎年管理していきます。また行政だけでなく市民、地域、団体、企業などが各分野で主体的に関わり、市民みんなで点検評価や改善を行う体制を作ります。このように市民みんなで積み上げた計画は完成しました。皆さん、この町の将来にワクワクドキドキしませんか？そうですね、ネクスト牧野原にですね、参加させていただいて、牧野原市としての市の方向性が見えてきましたので、やはり商工会という団体もですね、市と一緒の方向を向いてですね、前に進んでいければいいかなというふうにすごく思いました。
病院が危機を迎えた時から牧之原市の将来にとても不安を感じていました。しかしこの会に参加しまして、参加者が一生懸命討議しているところに触れましたら、将来に希望を感じられるようになりました。また一方的に決めた計画はなかなか推進されませんが、このようにみんなで考えた計画は必ず推進されると思います。私も問題解決に向けて協力していきたいと思っています。皆さん、本当に大事なのはこれからです。この計画を使って市民みんなで思いや目標を共有した上で、一人一人が主役になり、自分たちにできることから取り組むことが、将来にわたって住みたい、住み続けたい街にしていくことにつながります。牧之原市の挑戦はこれからも続きます。はい、牧之原市第2次総合計画に策定にかかる市民会議ネクスト牧之原を立ち会います。よろしくお願いします。やり直してごめん。